これはこれは、またまた厄介なお相手ですね。これもあの者の手引きかもしれんな。闇が染みついておるわ。だからって引き返すつもりはないよな。当然だ。エリスを助ける、それを邪魔する奴は誰だろうと倒すだけだ。私も確かめなければなりません。そしてこの手で決着をつけます。相手をするのは我らの役目。そうですね。目には目を、大きいものには大きいものを。あ、いや、例えが間違っていますが、そういうことだと言えるでしょう。今の我は力の加減が効かぬ。恨むのであれば己をこそ恨むがよい。邪魔立てするのであれば蹴散らすのみ。ぼちぼち始めますか。この機を逃すな。畳みかけるぞ。これは通過点です。これからの精進。これ以上持てた。私をどうするつもり？安心しろ。ゴブリンやオークどものような下等な奴らの慰み者などにはせぬ。貴様は腕輪の力を取り戻すための大切な贄だからな。丁重にもてなせと仰せつかっている。必要なものがあればそやつに申しつけるがよい。バシタール、あなたはグルグの仲間だったの？仲間？そうだとも言えるな。ずっと私たちを騙していたのね。いつでも裏切ろうと思えばできたのに、なんで今なの？みんなあなたのことを頼りにしていたのに。それなのに。それは光栄なことだが、それは貴様らの思い込みである。俺の知るところではない。貴様がどう考えていようと、俺は俺であり常に闇と共にあったのだからな。時期に迎えが来る。残された時間を有効に使うのだな。俺との約束は忘れていないだろうな。お前が逃げられるように手はずしたのはこの俺だぞ。それに見張りの位置を教えたのもな。俺が信用できぬか？当然だ。ほう、これはいいなこと。心外だな。仲間を平然と裏切った貴様がよく言う。うるさい！お前だって俺と同じじゃないか！この俺が貴様のような薄汚い裏切り者と同じだと笑わせてくれるわ！何がおかしい！あの女のことであれば約束は守ろう。無論貴様が我が主の期待を裏切らねばの話だが。引き返す道なんてないんだ。どれだけの覚悟があるかなんて今さら聞くな。そうだったな。ここは貴様に任せる。牢の中の品に手を出そうとする者があれば容赦なく切り捨てよ。無論貴様も含めてな。変な気は起こさぬことだ。誰がそんな気を起こすものか。
俺は。あのハルピュイアの女以外は眼中にないか。だからこそここを任せるんだ。シルビーと言ったか。あの女が欲しければ態度と結果で示すことだ。無益な血は流し、この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。もうダメ。ここはビシッと決めときますか。どうする。避けて通れぬなら切る。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。もうダメ。ぼちぼち始めます。避けて通れぬなら切る。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。もうダメ。やればいいんだろ。やればさ。もうダメ。やってみます。ぼちぼちは、この機を逃すな。畳みかけるぞ。以上持てたらまずいでしょ。さすがにこいつを俺様たちだけでというのは無理だな。ここは自警団の方が引き受けてくれることになっています。さっさと奴らを倒してエリスを取り戻すよ。ならば急ぐことじゃ。光が消えかかっておる。女性をかどわかすなんて許せませんの。ほんとほんと、罠にはめてさらうなんて女の敵だよね。私もかどわかされるくらいどなたかに思われてみたいですわ。だったら遠慮なく。軽口はそこまでにしておけ。愛も変わらず緊張感のかけらもない女子よの。デュラン、いいですね。覚悟なんて生まれた時からしてるさ。エリスを助けられず、みんなを守れないのなら、それこそ、
僕に生きている価値はない。僕は僕のために戦う。僕が生を受けたこと、その意味のために、それは僕自身にしか、戦うことでしか得ることのできないものだから。では我が輩も微力ながらお手伝いいたしますです。我が主の半身たる汝のための剣となり、盾ともなろう。みんなの力借りるぞ。面倒だな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。たまにはいいとこ見せないとな。面倒だな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。やってみます。どうする。避けて通れぬなら斬る。なあ、敵を包囲し殲滅する。行くぞ。くだらないね、こんなこと。出ろ。奴ら、もうそこまで来ているぞ。どうするつもりだ。さすがと言うべきなのかもしれんな。いや、あれを見くびりすぎていた。これほど早くここまでたどり着くとはな。俺はエリスを連れてアーチャーズポイントへ向かう。やつらの相手は貴様に任せる。俺を足止めに使うつもりか。そのつもりだが、だからどうしたというのだ。冗談じゃない。使い捨てになんてされてたまるか。俺が手を下してもよいが、その場合手加減はできぬぞ。それでもよいのであれば構わんが。あいつらは強い。いくら俺でも一人で相手をするのは無理だ。友をつけてやろう。それとこれを渡しておく。身につけ力を望めば、主の力がその身に宿ろう。この力をもってすれば、奴らなど恐れることはない。奴らを倒せぬでもよい。迎えが来るまでの時間を稼げればな。我が主は寛大なお方だ。働きが認められれば、欲する者は望みのままとなろう。分かった。キースさん、そんなことをしてもシルビーは喜ばないわ。今すぐこんなことはやめて、シルビーのところへ戻って。キースさん。うるさい。早くこいつを連れて行ってくれ。来い。キースさん。シルビー、俺は。俺の出番ってか。
この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。ここはビシッと決めときますか。やってみます。面倒だ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。これは通過点に過ぎない。やあ、よく来てくれたね、シルビー。ここにはいないよ。どこにいるんだ、答えろ。さあ、あいつに聞いてみたらどうだ。あいつもここにはいないけどな。だったらあんたに聞くまでだね。リル、エリスの居場所はわからないか。ダメじゃ、闇の力が強すぎる。すべての光を覆い尽くしておるわ。キース、お願い、二人がどこにいるのか答えて。それはできない。知っていても教えられないし、俺は知らないんだから。時間がないのは分かっています。どうしても話してもらえないのであれば戦うしかありません。待ってくれシルビー、俺はただ君を助けたいだけなんだ。時間切れだ。どうせあんたは足止めなんだろう。なんで、なんでだよ。そんなにそいつがいいのか。卑劣な手を講じてしか好いた女子をものにできぬ貴様よりはよほどマシじゃろう。それまであなたと私は良い友人だったはずです。それなのに私の友人であるデュランさんをなぜあなたは受け入れてくれないのですか。シルビー、君は気づいてないんだな。どんな目でそいつを見ているかを。俺の気持ちに気づかないどころか自分の気持ちにさえ気づいていない。いや、気づこうとしない。もし君にその気があれば俺の気持ちに気づいていたはずだ。キース、お願い、私の話を聞いて。デュランさんと。黙れ、もう何も聞きたくない。そうさ、欲しいものは自分の力で手に入れるもんなんだ。俺は君を、シルビー、君を俺の力で俺のものにしてみせる。気をつけよ、闇の力が増しておる。シルビー、いいのか。今のキースは私たちの敵です。気を使わないでください。そうか。キース、これから受けるお前の痛みはシルビーの心の痛みだということを忘れるな。
ぼちぼち始めます。この機を逃すな、畳みかけるぞ。俺はただシルビー、君のことを敵を包囲し殲滅する。行くぞ。道はこの機を逃すな、畳みかけるぞ。うわあ、てる男は、これ以上持てたらまずいでしょ。さすがだな、キース。シルビー、西へ。あいつはアーチャーズポイントに向かった。今ならまだ間に合うかもしれない。なぜこのようなことを。俺はただ君に振り向いて欲しかっただけなんだけど、君の瞳にはそいつしか映っていなかった。それがデュランの力ゆえと思うたか。愚かなことじゃ。こいつはいじけ虫だけど、やるときはやる。仲間のためならそれこそ命を張ってね。そこがあんたとデュランの違いさ。シルビー、嘘でもいい、俺のことを。ごめんなさい。ひどい女だと思われようと、どんなに嫌われようと、自分の気持ちに嘘をつくことはできない。シルビーらしいな。安心したよ。それでこそ俺が好きになった。シルビーだ。キース、どうして、どうして。シルビー、悪いけど僕はここで立ち止まっているわけにはいかないんだ。ここはまだ安全じゃない。それでも残りたいと言うなら止めないけど。それ以上は言わないでください。私の心は決まっています。デュラン、シルビーの気持ちを無駄にするな。このような時にそなたがそのような情けない顔をしてどうするのじゃ。シャキッとせえ。うるさい奴らだな。言われなくったってわかってるよ。ついてこれなければ置いてっからな。ごたくはよい、さっさとせえ。ほーら、置いていけるかどうか試してみな。本当に知らないからな。無益な血は流し、この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。ここはビシッと決めときますか。
面倒だな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。もうダメ。貴様の相手はこの俺だ。もうダメ。これは通過点に過ぎない。これからも精進してまいります。くだらないね。